速稼塾の久保です。今回ですね、個人事業主に30万、そして法人に60万という一時支援金という制度が始まっております。この一時支援金というのは、使い方自由のお金をあげますよという制度なんですけども、立て付けとしてはですね、このコロナ禍で損害を受けた会社、もしくはそれに類する会社に支援金を行いますよということで、全地区全業種に今利用がされているということでございます。というところでね、商売をやってれば誰でも使えるお金なんですよ。で、ここで、一つチェック機能がありまして、それは実際に事業をやってるのかどうかってことを客観的に認定していただかなくてはならないんですよ。これ当然当たり前のように店舗をやっていたり会社をやっていたりとかしたら、融資を受けたり取引先があったりとか、今までの付き合いのある顧問税理士さんとかいると思うんで、そういうところに証明してもらえばいいっていう話になるんですよね。ですので自然にそういうところが認定支援機関になるんですけども、ただ普段銀行との付き合いもないし、商工会との付き合いもないし、そして顧問の税理士さんもつけていないということで、一人密かにひっそりとやってるところっていうのは、これから新規でどなたかに申し込まなくてはならないっていう形になります。で、こちらのね、認定支援がなかなか受けられないっていうケースもあるんですよ。やっぱり普段からの付き合いっていうのが非常に大事で、税理士さんともちゃんと付き合っておくとかね。もちろん確定申告するときとか決算のときって税理士さんつきますよね。で、そういうところに今一度頼めないのかなっていうところがありますんで、そういうところをね、申し込んだら割と素直にスッと通るんじゃないかなと思いますけども、自力でやっちゃった方に関しましては今回は結構きついんじゃないかなと思います。というところで、やっぱり商売って人と人とのつながり合いなんで、普段からね、単なるただ払いの経費と思わずに、やっぱり安心材料の一つとして保険のようにね、顧問税理士さんとか、それから社労士さんをやっぱりこうお付き合い取引先に、押さえておくとか、それからそういう事業の方を友人に持っておくっていうのはかなり大事かなと思いましたね。私の会社は法人で、弁護士さんも、それから会計士さんも、社労士さんも、当然税理士さんも顧問としてついてますので、いつでもどんなことでもね、協力はしてくれるんですよ。それこそ名前書くぐらいでしたらお願いしますで OK なんですけども、やっぱ普段の付き合いがなかったらこれから探すことになるということと、あと認定支援で手数料が確か事業の方に1000円ぐらいしか入らないんで、そんな積極的にやりたいってものでもないかなと思うんですよ。ですんで新規の方とかは基本的にあまり扱わないのかなと思いますよね。だって以前もでっち上げた事業と、それから計画書とかね、販売目録とかを持ってきて、で、認定出したらそれが嘘だったみたいなこともあるわけですよね。そしたら、形式的に税理士さんが認定するってことだったんで追及はされないと思いますけども、ただ社会的にね、あの税理士さんがインチキした業者に反抗したっていうふうに思われると、やっぱり他の正規の顧問さんにも顔を潰すことになるし、やっぱり事業を預かるものとしては、リスクが高いだけであんまりいいことないんですよね。そう思うと、普段から事業者としてはね、個人だろうが法人だろうが、あ、この人は大丈夫ですよっていうふうに言ってくれるような事業の方を持っておくためにも、しっかりと付き合っておくこととか、堂々とビジネスをすることとか、もうできればね、商売したら顧問の方つけるのは当たり前、毎月顧問料かかるけども、それはそういうもんなんだと、経費に組み込んでいくね、家賃のように、そういうふうにしていくもんだと思いますね。で、私としてはね、社員を1人雇っても15万から20万って必ずかかるんですよ。そう思ったら、事業の方を社員ではないけども顧問としてお迎えすると、月にかかる費用って3万とか5万とか、高くて10万なんですよ。そう思ったらものすごい安いという感覚ですけどね。ということで、一時支援金に関しましてちょっとお話しさせてもらいました。苦しいとは思いますけども、こういう時だからこそ踏ん張って、今までね、見れなかった景色を見に行きましょう。で、生き残っていきましょう。いってらっしゃい。